はい、どうもこんにちは。ウォンドホルダーを触っていただいた方も、まだ触っていない方もご覧いただきありがとうございます。この動画では、こちらのウォンドホルダーの説明をしていきたいと思います。まずはこの構造から見ていきましょう。まずはこの表面ですね。表面には輪ゴムがこんな感じで貼ってあります。このゴムの部分にウォンドを差し込んで使用することができます。そして裏面に行くと、ここに細い隙間があるんですけども、この部分から輪ゴムを中に設置することができます。で、こんな感じですね。そして上のところには衣装と装着する部分ですね。この安全ピンで衣装にパチッと留めることができます。で、そうですね、一応これでホールドできるウォンドについてなんですけども、まあウォンドじゃなくても棒状のものだったら大体ホールドが可能です。まあ僕は、よくウォンドといえばこの25センチ分の長さの直径は1センチですね、のボンドを使っているんですけども、これをぐっと中に差し込むことができます。で、もちろん、例えば、よいしょ、こういったふうにシャーピーみたいな、ペン、こういうのも入れることができるんで、まあ、クロースアップとかでも使えるかもしれないですね。で、まあ、長さ的にはここからここが8センチなんで、まあ、10センチぐらいのものからだったら大体中に挟めるんじゃないかなと思います。で、そうですね。まあ、このウォンドホルダーは基本的に、まあ、簡単につけれて、落ちない。そして取り外しも簡単。まあ、あとはメンテナンスが簡単。そんなことを考えながら作っていきました。はい、では、次に使い方の説明に移りたいと思います。はい、では、ウォンドホルダーの使い方を解説したいと思います。使い方は簡単で、こちらのウォンドを、ウォンドホルダーの、この輪ゴムが縛ってある部分、ここのところに、こんな感じで差し込んでいくだけですね。で、この安全ピンの部分で衣装につけていきます。まあ、これ引っ張ると簡単に取ることができます。で、実際つけると、よいしょ、こんな感じですね。こう通して、衣装の背中の部分に見えない。 まあ、背中の部分にこんな感じでついてます。ね、これ、ジャンプしても落ちないですね。で、手を後ろに回して、ボンドの先っぽを掴んで、引くだけですね。こうすることで、ボンドをスチールすることができます。以上、使い方の説明でした。ありがとうございました。はい、では続いて、メンテナンスの方法の説明をしたいと思います。まあ、メンテナンスといっても、例えばこちらの輪ゴムが劣化した時に取り替えるくらいなんですけども、今実際1本外してみました。で、この輪ゴムをこの後ろにあるこの切れ目の部分ですね、ここにピッと伸ばした状態で入れます。で、1回だと緩いので、2回、僕は3回ぐらいがちょうどいいかなと思ってます。で、ちょっと調節してあげて、こんな感じですかね。こうすると輪ゴムを入れることができます。で、ここのところの間の隙間は結構細めに作ってあるんで、簡単に抜けないですが、まあ、入れるときはしっかりと伸ばして入れることで簡単に入れることができます。で、ウォンドを、そうですね、ウォンドをこうホールドする強さとかも調節したい場合は、今30でしたけども40に縛ったりだとかしてあげると、まあ重いものでも、まあ落ちずにホールドできるかなと思います。ちなみにこちらの安全ピンなんですが、この安全ピンは、外してみましょうか。まあ、46mm のサイズの安全ピンを使用してます。こちらにつける際は、
普通のこの直角よりもちょっと開きをつけてあげた状態で上のところに通してつけてあげると、こうすることでメンテナンスすることができます。以上メンテナンスでございました。ありがとうございました。はい、ここからはですね、僕がこのウォンドホルダーを作るときに、まあ、こうだったらいいなとか、こうしたらどうかなっていうのを、まあ、考えたこととか気をつけたことっていうのを、まあ、ちょっとペラペラと喋っていきたいなと思います。はい、ここからは特に使い方とかは、もう一応全部説明し終わってるんで特にはありませんが、まあ、雑談という感じで聞いててください。はい、まあそうですね、まず僕が1対1に優先してしたのはメンテナンスに関してですかね。僕が初め、現役の学生時代に教わったウォンドホルダーっていうのが、布ゴムを使ったホルダーだったんですけども、それを留めるときってホチキスを使って留めてたんですよ。でそうすると、まあ、メンテナンス、例えばゴムが劣化してきたときにそれを外してまたつけてっていうのが結構難しかったりするんですよね。ただまあ今回みたいにこうやって後ろから簡単に入れてあげれるようにすれば、そういうちょっとメンテナンスのストレスっていうのは減るんじゃないかなと思って、こういう形を取らせていただきました。はい、そうですね、あとはまあ今この3箇所にこんな感じでその輪ゴムをつけるとこっていうのを搭載してるんですけども、まあ、別にこれ2箇所あれば多分回転もしないですし十分なんですけど、一応まあ万が一ね、輪ゴムが切れた時とかそういう時のために3箇所作っています。はい、なんでまあもちろんこの上と下とかだけでもいいですけど、この真ん中ももしよかったらつけてあげて、万が一1本、まあ、切れちゃった時とかでも回転しなかったりだとかポロって抜け落ちちゃったりしないように、まあちょっと根には根を入れてあげるといいんじゃないかなと思います。あとはそうですね、まああと考えたこととしては、こういうボンボを入れる時にこう丸く湾曲させた方が回転とかしない、こんな感じでね、湾曲させた方が回転しないんじゃないかなとかも考えたりしたんですけども、まあ、ただ今ウォンドのギミックって割と、例えばまあちょっと種に触れてしまうのであまり言わないですけども、いろんな形状が多様化している時代なんで、まあ、どんなウォンドにも合うっていうことを考えて、一応こういう風な結局は平面の作りにさせていただきました。まあ、厚さとかもね、厚さってこの温度の太さとか厚さとかまた変わってくるんでね、多分これが一番、まあ、問題ないんじゃないかなと思ってこう作りましたね。でここの幅なんですけど、まあ、さっき温度がいろいろのいろんな温度が出てきてるって言ったんですけども、僕が知る限りの温度のギミックで一番でかいのが入る大きさということで、この幅にしてます。はい、なんでよっぽど新しいものを作ってこない限りは多分適用できるんじゃないかなと、対応できるんじゃないかなと思ってます。はい、一応こんな感じでウォンドホルダー作ってみました。まあ、あとなんかいろんなところはこう丸くなってんだとかもちょっと考えて丸くしてありますんで、もしよかったら触って研究してみてください。はい、以上ウォンドホルダーの説明でした。ありがとうございました。